第29回オープントーナメント全日本花子道選手権大会決勝戦を行います。ゼッケン32番弾み始め、ゼッケン98番ヤリオニール、追求し続けてきた極真空手、およそ30年に及ぶ戦いの歴史の中で数多く一撃で相手を粉砕してきた技が下段回し蹴りである。このビデオは下段回し蹴りの覇者弾み始め選手をモデルとして、下段回し蹴りの正しいフォームと攻撃をテーマに松井館長の解説指導で構成され、後半は実践的映像によって視覚的に特訓するイメージトレーニングビデオである。はい、それでは正しい下段回し蹴りのフォームを説明いたします。日常の稽古で下段回し蹴りという形で分類して稽古はいたしませんが、あえて基本的な稽古をするならば他の蹴りと同様の部分に注意をして行ってください。まず拳をしっかり帯の前で帯を持って握ります。そして足は極力結び立ちに近い位置まで持ってきます。慣れない方は若干開いても結構ですが、極力結び立ちになるようにしてください。この位置からまっすぐに蹴り上げる方法、左右まっすぐに蹴り上げる方法です。それから半円、楕円を描くような形で蹴り込む。そして真横から振って蹴っていきます。こういった基本的な3種類の方法で稽古をしていただければいいんではないかと思います。はい、それでは下段回し蹴りの稽古をする際の注意点を何点か説明いたします。基本的にまっすぐに立ちます。この状態が大きくぶれることがないように、この首と腰、顎と腰が安定するように心がけます。前に鏡になったり後ろにのけぞったり、蹴る際に前鏡になったり後ろにのけぞったりすることがないように、同時に腰がを引かして体がくの字に腰で力を逃がすような腰砕けの状況になるようなですね、こういう状態で蹴りを蹴らない。それから膝を必要以上に巻き込まない、膝を必要以上に巻き込んで
威力を半減させるような蹴り方をしないと、こういったフォームは誤ったフォームといえます。こういったところに注意して稽古を進めるようにしてください。はい、それでは続いて組手の構えからの下段回し蹴りの蹴り方の説明をいたします。しっかりと組手の構えに立ちます。こうした場合、相手も同じように立ったと想定します。その場合、相手の前足、相手の後ろ足、相手の前足の外側、内側、相手の後ろ足の内側、外側という形で蹴り込んでいく4種類に大きく分けて説明をいたします。自分の後ろ足で相手の前足の外側を蹴り込む下段回し蹴り、自分の前足で相手の前足の内側を蹴っていく、自分の後ろ足で相手の後ろ足の内側を蹴っていきます。また前を一歩前を詰めながら自分の前足で相手の後ろ足の外側を蹴っていく、大きく分けたらこの4種類に分けられると思います。ここで和美はじめ選手に相手を想定して組手の構えからの下段回し蹴りをやってもらおう。はい、それでは下段回し蹴りを蹴る際に、使う部位を説明いたします。まず向こうずねからこの足の親指の付け根あたりまで、ここをくるぶしを中心にしてこう鍛えていくわけですが、主に使う場所はくるぶしから足の親指の付け根、まあ、このくるぶしを挟んだ足首、そして、それからこのすねということになっていくと思います。まあ、主に、この内側のラインですね、こういったこの内側のラインを中心に蹴り込むことが多いと思います。はい、続いて、それではどこを狙って蹴るのかと言いますと、構えた時のこの関節部位の前後ですね、足首の上、内側外側、また膝の付け根、内側外側、大腿の膝の付け根、それからこの鼠径部ということになります。まあ大腿部の中心を蹴ることもありますけれども、一番筋肉がしっかりついてて、強くなっているところですから、極力この関節部位、関節に直接というよりも関節の付け根に近いところを狙っていった方が有効的かと思います。はい、それでは今度は下段回し蹴りを蹴り込む角度について説明いたします。まあ、基本的に突きでも蹴りでも当たる面に対して垂直にできる限り当てていこうというのは原則としてありますが、足のような形で、関節部位が連なって、鼠径部から、この股関節から膝から足首と
いう形でこう連なっている場合、また筋肉のつき方が大腿部、それからこの膝から下ふくらはぎの部分といった形でこう異なる場合については細かく蹴り方を分けていかなければなりません。垂直に当てるということと同時に関節部位にこうフックしていくような当て方っていうのが必要になってきます。特に相手のバランスを崩そうというような蹴りについては関節部位に足をフックさせて蹴ったり引っ掛けたり、そういう要素が強くなってきます。構えたこの位置から足首ですね、足首を狙う、こういった形で膝の関節の下を狙う、この上を狙っていく、鼠径部を狙う、これ説明した通りですが、こういった時に構えたら角度がつきます。この位置からここを下から上に蹴り上げる、内側も同様ですね。この時に足首また親指がフックするようにこう蹴る場合、足首についても同じです。また大腿についてはこう角度がついてますから、それを蹴り下ろすような形で垂直に当てようという心がけて蹴る、もしくは相手が中に入ってきた場合、横から蹴り下ろすような形でこの膝の後ろあたりを狙う場合もあります。そういった形でこの角度によって蹴り方は異なります。基本的には面に対して垂直に当てるように心がけるということが大事です。それでは下段回し蹴りを蹴る際の間合いと使い分けについて簡単に説明したいと思います。お互いに構えた状況、この状況から中間距離と言ってもいいと思いますけど、状況から特に下がりも前に、下がることも前に出ることもなく、この状態から蹴れる場合、こういう状態で蹴ります。間合いが近くなっている場合はその間合いを外す形でステップワークを用いて蹴っていかなければなりません。また間合いが遠い場合は踏み込む形でステップワークを使って間合いを調整しながら蹴り込んでいく必要があります。次は後ろ足が同じように動きながら連動して蹴っていく。次は迎え入れながら。同じように位置を動かず相手が入ってきたのを迎え入れながら蹴るという形です。次に一歩踏んで前に出てきます。これは相手の後ろ足に対して自分の前足が連動する、返す迎えるという状態ですね。
続いて下がる場合、後ろ足から後ろに下がります。それに対して前足側を連動させて相手を追いながら外、今度は後ろ足を後ろ足に連動させて内、前から内、後ろから外という形を持っていきます。一歩引いても同じような形です。一歩引いたものに対して相手の前足に自分の後ろ足が連動して前を蹴っていく、こういう状況ですね。前足が連動して内側に、ね、もう一度内側に、後ろから蹴っていく、前から踏み込んで。それでは続いて下段回し蹴りの組手における実例を、相手との攻防の中での代表的な実例をいくつか挙げてみたいと思います。はい、構えて、まず相手の前足からの前蹴りに対して回し受けで相手の足をコントロールして下段回し蹴り、外側から下段回し蹴りです。相手が追い突きで前に出てくるのに対応して内側の下段回し蹴り、逆突きで前に出てくるのに対して後ろ足の内側、また自分の攻撃から相手をコントロールして前をコントロールして蹴っていく下段回し蹴りの使い方、こういった例が示せると思います。
続いて、構えて、同じような動きの中でも相手の前蹴りに対して落ちる瞬間、足の落ちる瞬間を狙って相手のバランスを崩す。もう一度下段の使い方、また相手がついて踏んでくる瞬間、もう一度相手のバランスを崩していく、こういった使い方もできます。また日常の稽古においては相手の前蹴りに対して引っ掛けながらバランスを崩す、こうやって中段回し蹴りに対して抱え込んで蹴っていく、上段回し蹴りに対して跳ね上げながら軸足を蹴っていく、かかと落としに対して下段で合わせていく、さらに後ろ回し蹴りに対して合わせていくと、こういった使い方もできます。続いて、下段回し蹴りを使う際のフェイクの方法、まあ、フェイントですね、フェイクをする方法を、いくつか紹介したいと思います。はい、構えて、この位置から上体で相手の視線を遮る、もしくは相手に上体で攻撃をかけようというモーションを見せる、間髪を入れずに下段に持っていく、間髪を入れずに下段に持っていくというフェイクの方法が一つです。もう一つは、今度は足技、足を蹴りで、帯から上、上体を蹴る
膝を高く上げて上体を蹴るモーションを相手に示す。そこから一変して下段に持っていく。一変してそこから膝でコントロールしながら下段につなげていくという方法。それから左右のフェイントですね。右を出すと見せかけて左、左を出すと見せて右、実際に振ってから逆、こういうような状況です。まあ、代表的にはこういったフェイクの方法があると思います。はい、それでは下段回し蹴りの練習方法について説明したいと思います。これまで説明してきたことを念頭において、足腰の鍛錬、ロードワークにせよウエイトトレーニングにせよ足腰の鍛錬を行う、また日々の道場での稽古で、移動稽古や組手の稽古を通じてその間合いの操作、タイミングの取り方、呼吸の調整の仕方、そういうことを学びます。同時にミットやサンドバッグを使って実際に当てる練習をしなければなりません。ここではミットを使って実際に蹴り込んでいく稽古をしたいと思います。まず構えてこの位置から単純に構えた状態から蹴りを反復する。これは基本的な初歩的な稽古の仕方ですね。続いてこの位置から左右、左右に体を切り替えながら連続して蹴っていきます。右前になって構えて左から、左前に立って構えて右から、こういった鍛錬方法ですね。次は片足で連続してそこのフットワークを加えて
こういった状態で練習をしていくと効果的だと思います。自分がサンドバッグの稽古をするにあたってまず最初に鏡の前でフォーム、それから無駄な動きがないかどうかをチェックしながら軽く技を出して行います。でその後に一発一発思いっきり無駄な力を抜いた状態で思いっきり蹴る練習をしていきます。実践イメージトレーニングを始めるにあたって最初に腹式深呼吸を行いリラックスしましょう。さあ、準備はできましたか？トレーニングを開始します。
これから実際の試合で炸裂した下段回し蹴りをスローモーションでお見せします。下段回し蹴りが繰り出される前の相手との間合いや駆け引き、コンビネーションなどにも注目してください。さあ、今のスローモーション映像を今度はノーマルスピードでお見せします。実戦の速さでイメージトレーニングを繰り返しましょう。Yeah!
最後のイメージトレーニングです。第6回世界大会のカズミ対グラウベ戦をノーカットでお見せします。あなた自身が主人公になって大型の強豪外人選手と対戦し、悪戦苦闘しながらも最後には一本勝ちを収めるという想定でトレーニングを完了させましょう。Hey, Globe! Globe, don't mind that, Globe!